アリサです。リナです。今回はぐでたま熱烈歓迎中華飯店のぐでたまミニフィギュアを紹介していきます。あちょー。3種類欲しかったので大人買いしちゃいました。ティアラチャンネル。じゃあ行くよ。3、2、1、すごい、え、めっちゃ中華っぽい。なんかこんな感じで、お店、お店、そう、服って書いてる。服、うん。じゃあ次、せーの。あー、っぽい。床だね、これ。こんな感じです。かわいいね、これ。ぐでたまが料理。ぐでたまが料理さ、どんな食べてるの。え、食べてるの。いや、おたま、おたま食べてるのかな。じゃあ、混ぜましょう。ぐでたま、ぐでたま、さあ、どれに当たるか。かき混ぜます。カメラに撮影。よし、これくらいかな。じゃあ、一緒ので選ぶ。どれから。せーのが3。はい。あー、惜しい。何が欲しい、これ。私はね、うん、どうしよう。私は7番の、うん、今日はもう眠いんだわ、です。なんか、かわいいよね、これ。しかも、なんか、フカヒレやったっけ、うん、そういう布団代わりにして、あ、フカヒレスープみたいな、かわいいからです。はい、と、アリサは5番です。この、ちょっと熱すぎじゃねっていうやつなんですけど、これなんかね、グレタなんか温泉みたいに使ってて可愛いと思うから、これが欲しいです。じゃあ、開けようか。やってみよう。あお、なんかめちゃなんだ、めちゃくちゃ一緒になった。あ、これチューイングガム入ってます。あ、そうだよ、ガムが入ってる。ガムが、本当だ。あ、テーブル。え、回転テーブルができました。おお。え、かわいい。これ、見てください、めっちゃ本格的。これ小さいやつ、椅子もある。ちょっと、あなたたちは見ないんで、うん、じゃあ皆さんが、皆さんが教えてください。じゃあ、いくよ。せーの。え、あれ、待って、開けるとこまで。あ、開けるとこまで。せー、待って、取れない。あ、待って、取れた、取れた。せーの。これ小さい、小さい。え、え、小高くて、小さい。なんだ、あ、なんだ、うちは。あー、え、かわいい。エビ、え、かわいい。エビが、あと、なんかすごい、なんかぐでたまの女の子バージョンみたいな中華っぽいやつが入ってます。すごい、かわいい。めっちゃかわいいね、これ。うん、私はこんな感じで。あ、かわいい。それ、なんかかわいいね。しかもぐでたまが体操座りしてます。うん、ぐでちゃって書いてあります。今だけど。それでは全部開けていきます。完成しました。見てください。めっちゃかわいい。ぐでたまが入るところにあります。この箱にセットで入っている紙はこんな風にポスターやコースター、サービス券などお店にありそうなものを切って貼ったり折ったりして使うことができます。今回はぐでたま熱烈歓迎中華飯店ぐでたまミニフィギュアを紹介しました。